ポール・ガバルニはフランスのイラストレーターである。1804年1月13日、パリで生まれた。父親はブルゴーニュ出身の村製造業者だった。機械工場で働き始めるが、出世のためには製図の技術が必要であったため、美術学校の夜間コースで学び始めた。建築製図や機械製図を習得し、測量会社で地図の制作の仕事をした後、 政府の兵器部門の製図工の仕事に就いた。画家になる決心をしたのは30歳を超えた頃である。30歳の時、雑誌、ジャーナルデモーズに、最初のイラストを描いた。ペンネームの、ポール・ガバルニは、ピレネー産地に旅行した時に訪れた、オートイコール・ピレネー県の町がバルニーから撮られた。イラストは出版業界で好評で、ガバルニもこの仕事に熱心になり、最終的に、 エンジニアの仕事を辞め、雑誌、レジャン・ジュモンドの編集長になった。パリの様々な階層のイラストに描き、版画として出版された。主な作品は、日刊風刺新聞、ルシャ・リバリに掲載された。書籍の挿絵としては、ピエール・ジュール・エッチェルが編集し、バルザックや、ジョルジュ・サンド、ジュール・ジャナン、シャルル・ノディエラが短編小説やエッセイなど文章を書き、 当時有名な挿絵画家が挿絵を描いた画文集、パリの悪魔に JJ グランビルやベルタルと共に挿絵を描いたことなどで知られている。ありがとうございます。